その市民文化センターで楽器が水浸しになったスプリンクラー事故をめぐり楽団は市側が事故原因を認めれば保証の協議に入るとの考えを示しました双方が気持ちよく和解できるようにみたいなこと言ったんですよねなんで双方なんだってすっげえムカついたんですけどこの問題は去年9月その市の市民文化センターでスプリンクラーが突然作動し シンフォニエッタ静岡のメンバー5人が怪我をしたほか楽器や楽譜などが三つ浸しになったものです会見で楽団はその氏が事故原因を認めれば保証に向けた競技に入るとしたものの被害に遭った楽器は130点以上に上るほか歴史的な価値がある楽譜などにも被害が及び保証額は膨らむとみられ競技は長引く恐れもあります 学団は11月ごろにはその市側と補償に向けた調整に入りたいとしています。